はあ、何ご褒美って。別にいじられてなんかないし。まあ違う、待てガチャ、別に借り合おうとかそんなの全然。人気も出そうだし、すごい個性でもあるけど、それに伴う町への被害も考えると。そうか、6530ね。よし、腐れ脳みそって言ったな。人を見下す言い方は良くない。鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。あと数年でパラディ島に攻撃を仕掛けるってさ。俺たちが巨人を継承する時が来たんだよ。言ってなかったけど、前に見かけたことがあるんだ。兄ちゃんってクールで優しくて何でも知ってて。よーっす、なあなあ、この後バーガー食べ行こうぜ。じゃあ柳さ、みんなのことを名前で呼びなよ。俺アカネって呼ぶ。はい、水城ソーダです。信じられない、アースメリア。あ、フォゲルシュバリエの。来る日も来る日も三つ編み眼鏡潔癖ブス。マジで我慢の限界が。事情だ。お願い、誰かサルバとラスティを助けて。続けるよ、このサバイバルレース。サルバが答える。あー、びっくりした。運動部は乱暴だよな。運動部だけは入らないと思う。なんでこの人たち僕のそばに集まってくるの。みんな詳しいね。なんで僕まで。ってこの人たち自分も正常じゃないの分かっ